東京都は小平市ふれあい下水道館に来ております。こちらトンネルを掘る機械なんですね。早速中に入りたいと思います。だんだん地下に潜っていくのが分かるようになっているんですね。展示コーナーへ来るといきなり方がお出迎えしてくれるんですね。我々が使った水というのは、さまざまな処理が加えられて海へ流れていくのですね。そしてその過程で発生した泥というのは、いろいろなものに利用されているのですね。大変な仕事です。地下5階にやってまいりました。いよいメインイベント迫ってまいりましたね。だんだん床が湿ってまいりました。そしてついに、やはりなかなか臭気が漂っております。何とも言えない臭気が漂っております。これが我々の生活を支えているんですね。以上、大変勉強になる小平のふれあい下水道館でございました。